シアトルタコマ国際空港はアメリカ合衆国ワシントン州シータック市に位置する国際空港である。通称シータック空港。東空港は一つのメインターミナルと二つのサテライトターミナルからなり、このうちメインターミナルには四つのコンコースがある。地下のサテライトトランジットシステムで各コンコースとターミナルにある計80カ所の搭乗口の間で移動することができる。 アラスカ航空のハブ空港であり、多くの南北米、東アジア及びヨーロッパ行きの路線が就航している。ワシントン州道518号線及び99号線の交差点に位置し、ダウンタウンシアトルまで車で、交通量によって30分程度である。サウンドトランジットによるシアトルライトレールセントラルリンク線が、シアトル市内とシアトルタコマ国際空港を結んでいる。 到着ゲートを出て立体駐車場のフロアに渡りそのまま左手に進むと駅がある。券売機は現金並びにクレジットカードが使用可能。市中心部の主な駅まで3ドルである。インターナショナルディストリクトチャイナタウンに駅はバスレーン共用のトンネルであり、2019年3月までは電車を降りてそのホームで待っているとバスがやってくるので乗り換えが便利である。 2023年には、リンウッド、2024年には、北は、リンウッド、東はレドモンドまで延伸される。2000年1月31日、メキシコのプエルトバジャルテ発サンフランシスコ経由、シアトル、タコマ行きのアラスカ航空261便は、ロスアンジェルス沖の太平洋上で、乗員、乗客全員が死亡する墜落事故を起こした。ありがとうございます。